おいあんた、ヒーローだね。カルゼ、いかにも。俺は無面ライダー。俺が完全な怪人になるための糧となれ。バングの元弟子ガローはヒーロー協会本部に凶悪怪人として指名手配され、だからバングは貴様を遠ざけたんじゃないのか。見つけた。え、あいつで間違いないのか。ああそうだ、復讐に来たか、タンクトップベジタリアン。よう、戦術はどう。死ね。何、燃えるね。 S 級大物が釣れた、嬉しいね。そうだったのか、バング先生。俺は足手まといなのか。出た、マスターのタンクトップタックル。タンクトップタックル。さすがはマスター。これであの野郎もこの技で数多くの怪人を沈めてきたんだ。身辺整理は終わったのか。こいつは本当に人間なのか。もともと身寄りのないジジイじゃ、あんたと一緒でな。ふざけんな。兄貴、あいつ倒れないぞ。よし、弟よ、逃げる準備だ。ふん、画廊のやつを放っておいたらいつかうちの看板も取りに来るじゃろ。かわいい弟のために全てを捨てて駆けつけてくれる。最高だぜ、お兄ちゃん。俺行くぞ。気をつけろよ、お兄ちゃん。こりゃすぐ終わりそうだな。こいつは人間だ、それは間違いない。だが、またまた入った、タンクトップパンチ。マスターのタックルを受けて立ち上がった時はビビったけどよ。悪いが、乗せたろう。ここで消しておかねばならない気がする。とどめだ。ちょっと待った。恥ずかしくないのか。 S 級ヒーローともあろう者が人間相手にとどめを刺そうなんて。確かに彼の言う通りだ。俺は人間と喧嘩するためにタンクトップを着こなせるようになったわけじゃない。もう勝負はついてる。ヒーロー様に手出す方が悪いんだろう。邪魔すんな。我々の怖さを教えてやるんだ。わかったよ。おいお前、これに懲りたら二度と他人に危害を加えるな。帰るよ。溺れて悪かったな。埼玉先生はどう思いますか、バングの行動。シルバーファングね、いいヒーローネームだよな。嘘、てめえら皆殺しコースに変更はねえ。ここで消えてんな。だと思ったよ。おっと、使っちまったけど。ジジイの顔がちらつくから使用は避けたかったけど、まあ、いっく。こいつ、 S 級ヒーロー様が膝をつくとは。実力を隠して。おやおや、怪人ガローによってお仲間が全滅するシーンをな。お前はそこで見ていろ。ガロー、貴様、例の怪人を名乗る人間か。ジャスティスクラッシュ。よう、お前らも来いよ。さて、残るは掃除だけだね。この野郎、ガロー。用済みだ、タンクトップマスター。お前の戦闘スタイルはもう分かった。この人数相手に勝てると思ってんのか。このYeah!
粋ガン再建、そこまでだガロー、道場の面汚しめ。バング、こりゃひでえな。一足遅かったか。